仮想通貨交換業者のコインチェックは不正に送金された仮想通貨ネムについて失われた相当分を今日中に日本円で顧客のアカウントに反映させます手数料を払えば日本円を出金することも可能です返金はネム1コインあたり88.549円で総額で460億円余りに上りますまた ビットコインやイーサリアムなど一部の仮想通貨の出金や売却も今日から再開するとしています。